野田チャンネル。はい、どうも、どうも、どうきゅうどうも、イエイね、ってことで、ありがとうございます。ね、あ、箱潰れてる。気をつけば。ね、はい、トレーディングフィギュア。これね、箱、すごいちっちゃいんですよね。カードで言うとこれぐらいですね。1、2、まあまあ、わかんないよね。サイズがね。まあ、そんな感じでね。リモコンで言うとこれぐらいかな。で、24度設定でございます。はい。ということで、よろしくお願いします。はい、トレーディングフィギュア2000円ですから、ね、2000円でね、あのノンジャイの雑貨福袋のイメージだったら、これが届いたらすごくがっかりするんですよ。ちっちゃーと思ってね。はい、ダンボールワーンっていうことでね。はい、行きましょう。ドン。はい、いかがですか。これ2000円です。さあ、トレーディングフィギュアといってもね、もうほんとガチャガチャ、なんかあとはフィギュアのやつ、それが多いですね。はい、見ていきましょうか。とりあえずね、何これ飛び出てんの。ねえ、ちょっとさ、胸に値段貼るのやめてほしいね。これ大差がないし。うわ、うわ、おじさんの、お股がちょっと見えした。ねえ、うわ、羽がねえじゃん。おい、俺、ぼっきり折れてんじゃん、これ。嘘だろ。これ100円はないよね。いやー、ジャンクだわ。まあ、ジャンクって書いてあったけど、いいけどさ。ワンピースですね、これね。はい、これなんだ、ガンダム。ガンダムですね、これね。グフ。ザク。ね。ランバラル専用機。ね。トレーディングフィギュア。ね。あ、これはなんかちゃんとしてるっぽいな。顔が映んないけど。はい。ザクですね。はい。前回もありました。黒子のバスケですね。はい。これもそうですね。50円の黒子のバスケの、ね、台座がないやつ。お尻に穴が開いてるやつね。お尻に穴開いてるからね。みんな開いてるじゃねえかって話ですけど、そういうところであってね。これなんかほら、なんか、これ何これ、テーブルに座ってんのか、椅子なんかかな、一応ね、お粗末さんですね。はい。何マスかちょっとごめんなさい、わからないんですけど。これコップのフチコさん的なやつなのかな、これね。これどういうこと、これコースターのとこに置いてあるけど、はい、こんな感じでね。黒子のバスケ多いですね。まさかこんなちっちゃいフィギュアが入ってると思わなかったかな。これなんでしょうか、これ恐竜、ゴジラ的なやつかな、なんだろうね。ゴジラ的怪獣かな。なんかでもゴジラってこんなんだったかな。ねえ。まあ、大難形態とかもあったりするからな。ちょっとわかんないけど。はい。あ、映ってない。映ってないの、これ。はい。じゃあ、ここだね。この人がもうちょい上行きたいのか。ここね。はい。はいはい。そう、置くとこなかったでした。で、椅子の手、足が映ってね。はい。あ、これでいいか。はい。じゃあ、これどうぞ。さあ、これなんだろう。ホワイトアルバム2とあります。ね、女の子のフィギュアです。ほら、ホワイトアルバムってOK。OVA 作品もあるけど、元はエロゲーですね。はい。これなんだ？パーツだけ入ってません？これ。50円。何これ、ボトムズみたいだけど、なんか、何これ、いろんな、なんか、顔がもう一個あるし、ね、なんか、いろんなやつに組み立てたら、なんかメダロット系これ。何なんだろう。50円ですけど。よくわかりません。パーツだけなのかな。さあ、次行きましょうか。50円ですね。もう100円のやつがもう値下がってますね。50円。これ、タイガー&バニーですね。ね、はい。黒子のバスケ多いな。はい、何これ、ハロです。ハロなんですけど、これね、色がね、もうなんかほら、わかります、これ焦っちゃってんの、ずっと置きっぱなしが、顔と裏面の色が違うの、もうこれ、これきつい。まあまあしゃあないけどね。なかなかね、なかなかしんどいですね。これもなんだろう、透明のフィギュアですね。キャラクターっぽいな。
ゲームかなんかのキャラクターなのかな。上半身しかないフィギュアなのかな。ね、こういうの難しいです。パーツがないだけじゃねえみたいな感じますけど、まあ、そもそも色が塗ってない時点でちょっとね、外れ感がちょっと強いですよね、どうしてもね。カラー版となんかその別版みたいなね、 色なし版みたいな、クリアカーバージョンみたいなね。これもなんか女の子のキャラクターですね。こんな書いてある、あ、ラッキースタだね。ラッキースタのフィギュア、これなんかさ、電撃なんとかマガジンの付録みたいな感じがしますけど、どうだろうね。さあ行きましょうか。気を取り直して、これはなんだっけ、ネギマ、ネギマとかあっち方面ですよね。ネギマと何でしたっけ、ありましたよね、その前ね、ラブヒナ、あっち系統だった気がするな。見たことある気がする、これね。はい、寂しくなってきました。俺だけですか。俺2000円出してこれ買ったんだけどみたいな。さあ、オーソンボトゲ、泣きそうです。うわと思って、ほら顔色が悪いんですよ、まず。誰ですかこれは、顔色がめちゃめちゃ悪いよこれ。サッカー選手のフィギュア、すごい好きすぎてるよ。月々がめちゃくちゃ出るから、これフィギュアっていうのかな。これね、戦隊もののね、なんとかキーってやつ、レンチャーキーってやつかな。そう、遊ぶときに、ね、使えたりもできるやつ。まあ、フィギュアって言われちゃうフィギュアかな。はい。これは何だ、シーザークラウン。これワンピースですね。これなんか付録かなんかだったけどな、ほら、マグネット。金属のとこ錆びてますね。わお。ね、はい。でか。いや、そんなでかいわけでもないですけどね。はい。これ何でしたっけ、名前が出てこないな。なんかこれ見たことあるんだけどな。ちょっと忘れちゃったな、これね。はい。ずってます。大丈夫ですか、はい。ね、次行きましょうか。はい。ね。いやー。何見てんだよって顔しかしてますね、これね。なんだこれ。スターウォーズですね。あ、これ、何これ。あ、これ、ウルトラマンだね、これ。ウルトラマンのなんとか隊。ちょっとそれによるんですよね。なんか科学特捜隊とかね。ああいう、なんか、なんか、のやつの宇宙船みたいなやつ。宇宙船、飛行船。ちっちゃい50円ですね。配給フィギュア、これ寝転がってるけど、はい。さあ出た。ね、はい。スターウォーズボトルキャップ。はい。お、出た。ファイナルファンタジーです。ね。変な顔してる。似てない気がするな。こんな変な感じの人だっけ。まあまあまあ、これね、ゲームやった人とやってない人でちょっとね、またイメージ変わったりするから。ハガレンです。これも前回ありましたね。同じのじゃないけど。ね、ハガレンです。さあさあさあ。ちっちゃいな。これなんでしょうね、これね。なんか色男の日ですかね、これね。男の人のキャラクターですね。はい。さあ。気を取り直していきたいんですけども、そういうわけでもいかない。あ、これ書いてあるね。見えますかね。K4 って書いてますね。K4。これフィギュア、フィギュアって、そうだね。キーチェーンフィギュアだから。あ、これ見たことあるぞ。ゲームのキャラクターですよね、これね。そうですね。どうしてもね。はい。今はね、スト2とか、あっち系とね、鉄拳とか、あっち方向もやってますから。これ何、組み立たってないけど、ちょっとわからないですね。男の人だな、これ。これね、開けてもいいんですけど、開けたところでよくわからないんですよね。ゆらららとか、地形とか。皆さん見てください。わかりますかね？足がねえです。足がねえですよ、この鳥。
食おうと思ったのかな。なんか思いっきり欠品ですよ、足が。これチョコエッグのやつでしょ、50円って。なんで50円もすんだよ。足ねえじゃねえかよ、もう。悲しいな。はい。あ、これデッドアライブのやつですね。水着というね。50円ですね。はい。水辺に佇む感じ。はい。さあ、あ、これは、あ、これはわかる。テイルズだ。テイルズのキャラクターですね。はい。100円だ、これ。テイルズ人気あるのかな、どうなんでしょうか。さあ、これなんだ、ちっちゃ。あ、これジュースだ。コカ・コーラについてたじゃない、これ。ニコ・ロビン、ね、みんなこれ全部集めると、これ台座がつながるってやつだね。はい、ということでクリスマスのなんかねやつですね。ワンピースのフィギュアでございます。お、なんだこれ、ガチャガチャの紙もちゃんと入ってるね。なんだろう、 うわ、わからん。なんかの風化です。これ売れねえだろ、これじゃあ。何が入ってるかわかんない。ミッキーっぽいんだけどね。ねえ、あ、ほら、宇宙のミッキーみたいな、ね、ちょっと映りはちょっとわかんないけど、ね、こんな感じのガチャガチャのやつですね。はい。さあ、お、ちょっと大きめ出てきたよ。仮面ライダーですかね、これね。かといって2体入ってるわけでもない感じかな。パーツいる、これ。あー、なんか組み替えられるのかな。食玩ね、最近1箱買ってお揃いませんから、そういった感じなのかな。なんか違う気がするけど、武器が多いのかな。ねえ、パーツがやたらと多い、ね、え、余ってっから入れとこうみたいな、なんか違うけどもいいけど。出たー、これ前も出てる、タイガー&バニー。なんかね、タイガー&バニーを好きな人はこういうの買わないんだよね、あんまり、大きめなやつ、大きめのやつで、スターウォーズボトルキャップ、グロコのバスケのちっちゃいね、フィギュア。50円。これも50円で売られてる。これなんだこれ、稲妻イレブンですかな、女の子。ちょっとピントも合わないな。これなんで名探偵コナンかな、ちっちゃい。これ占い付きのやつかな。あ、これはちょっと女の子が好きそうなやつだな、これ。ね、乙女糸系じゃない、これ。ね、どうでしょうか、ちょっとわかんないな、これね。これ何ですか、これ、あ、分かりました、サッカー選手です、ね、ここに書いてあるのサッカー選手ですね、これね、はい、これ有名なメーカーですよ、これ集めてる人はね。あんまり中身はね、見たとこで見たとこです。はい、剥がれですね。はい、はい、お、出た。何これ、トレーディングフィギュアっちゃフィギュアなんですけど、わかります、これ。ボデーとかですね、これシールで貼るタイプのやつですね。剥がれちゃってるし、顔が横向いてる、これシールみたいなの全部剥がれてるし、シールがないと、これただ黒いやつになっちゃうのかな。50円だそうですね。はい、あ、出た、前回の恐竜のパーツだ。でもこれがあったからって揃わない、多分ね。はい、そしてですね、お、ゾロさんですね、開けてないやつ。そう、これトレーディングフィギュアってさ、こういうのがいっぱい入ってるのかなと思ったの。これお店で売ってるじゃなくてね。はい、そしたらね、これ最後です。はい、これ空っぽです。さあ、こちらです。どう、おでこに値段あるんかいっていうね。俺こういうのがいっぱい入ってて欲しかったんだよね、本当はね。ちょっとまあまあ封も開いちゃってるし、ボロボロだし、なんか破けちゃってるし、だけどこういう風になってるとありがたいななんて思ってたんですけど、でこにドーン値段あるみたいなね、ということですね。
これ全部で2000円ですね。はい、ということで以上でございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。